十重心ノルデンフェルト小銃口径基準。フランス軍事博物館十重心ノルデンフェルト基準を操作する水平。右手でレバーを操作しているノルデンフェルト式基準は12本までの重心を持つ多重心基準。レバーを前後することにより発砲できた。口径は小銃口径から1インチまであり、本記事では主に小銃口径のものを記述する。 より大きな光景のものも作成されたが、これらは単に人力での素早い装填を可能にするのみで真の意味での自動化器とは言えなかった。スウェーデンのエンジニアであるヘルギ・パール・クランツが設計した。パール・クランツはレバーを前後に操作するだけで多重新機銃の装填と発砲を可能とするメカニズムを開発し、1873年に特許を取得した。 製造に関しては、ロンドン在住のスウェーデンの鉄鋼製造業者で銀行家であるトールステン・ノルデンフェルトが支援した。このため、銃は、ノルデンフェルト機銃と呼ばれることとなった。製造工場をイングランドに、販売拠点をロンドンに設立し、いくつかの展示で長期間のデモンストレーションを実施した。機銃は、ガトリング・砲ート・ガードナー銃に加え、イギリス海軍で採用された。 ポーツマスでのデモンストレーションでは、小銃口径の銃重心モデルは、故障や停止なく、3分3秒で3000発を発射している。しかしながら、マキシム機関銃が開発されると、ノルデンフェルト機銃は、時代遅れとなってしまった。ノルデンフェルト社は1888年に、マキシム社に合併され、マキシムノルデンフェルト銃機弾薬会社となった。ありがとうございます。